エジプトサッカー暴動は2012年2月1日にエジプト北部の港湾都市ポートサイドにあるポートサイドスタジアムで行われたサッカーリーグ戦エジプトプレミアリーグ第17節のアルマスリ対あるアハリ戦の際に発生した暴動である試合は3から1でホームのアルマスリが勝利したが試合終了後に多数のアルマスリのサポーターがピッチに乱入し あるアハリの選手やサポーターを襲撃した。この暴動により74人が死亡し、1000人以上の負傷者を出したことから、エジプトサッカー史上最悪の惨事と評されている。なお、79人が死亡したとする報道もある。デモに参加する、群衆2010年12月から2011年1月にかけて、 チュニジアで発生したジャスミン革命と呼ばれる民主化運動に影響され、エジプトにおいて29年間の長きにわたり、政権を維持してきたホスニー・ムバーラク大統領に対する反発が強まり国内各地で、ムバーラク政権に対する反政府デモが頻発。1月28日には、最大規模の反政府デモが行われるなど騒乱状態となり、ムバーラクは2月11日に、 大統領職を退き、全権をエジプト軍最高評議会に移譲したことを表明した。革命後は、軍最高評議会による暫定統治が行われたが軍による統治が長期化したことに民衆の不満が強まり、同年秋に入るとデモが再発。12月にカマルガンズーリを暫定首相とする政権が発足し民政移管に、 向けて調整が進められているものの、改革の遅れや、革命前から有する権益を依然として維持し続ける、軍部への反発が強まっていた。あるアハリの旗あるアハリは、エジプトの首都カイロを本拠地とするクラブで1907年創設と、歴史は古い。創設以来、国内のみならず、国際大会においても、数多くのタイトルを獲得し、2006年には、 フィファクラブワールドカップに出場しニに入賞した実績を持つ。クラブは同じ都市を本拠地とするあるザンマレクが富裕層のチームであるのに対し一般大衆のチームを標榜しており会員数は回廊市内だけで4万5000人を超えエジプト国内にとどまらずアラビア語県全域において人気を獲得している。国内外での知名度の高さと熱狂的サポーターを 獲得していることで知られるが、その中でも、ウルトラスを名乗る過激なサポーター集団は、過去5年の間、スタジアムにおいて、警察と対立関係にあり、ムバーラク政権を対人に追い込んだ2011年の革命において、活発な活動を行っていた。アルマスリは1920年に創設された国内の競合クラブの一つであり、アルアハリとは、ライバル関係にある。 しかしアルマスリは、成績や資金面において、あるアハリに劣っていることから、サポーターたちは、恵まれた状況にあるあるアハリに対し嫌悪感を抱いており、試合の際には互いに非難を浴びせるなどの敵対関係にあった。エジプトのサッカー界では2007年11月9日に、カイロで行われた、カフチャンピオンズリーグ決勝、第2戦のあるアハリ対エトワール・サヘル戦終了後に、 破れたあるアハリのサポーターが、エトワール・サヘルの選手に向かって敏感類を投げつけ、表彰式を妨害した事件や、2009年11月14日に、カイロで行われた2010フ。FIFA フワールドカップ、アフリカ予選のエジプト対アルジェリア戦の2日前に、アルジェリアの選手バスを、地元サポーターが襲撃し、投石などにより、選手4人が負傷した事件などのトラブルが、 発生していたが、2011年にアラブ諸国で頻発した政治的騒乱の影響もあり、サッカーの試合における暴動は増加傾向にあった。ポートサイドポートサイドの一ポートサイドスタジアムには約2万2000人の監修が集まっていたが、そのうちの約2000人が、あるアハリのサポーターだった。事前に、アルマスリの会長とスタジアムの警備責任者と、 両チームのサポーター集団の代表者が会合を開き、暴力沙汰を起こしてはならないことで合意に達していた。試合は、アウェーのあるアハリが11分に先制したものの、ホームのアルマスリが72分、82分と得点を上げ逆転に成功。アディショナルタイムにさらに1点を追加し3から1で勝利したが、試合開始直後からアルマスリのサポーターによる投石や、 ロケット花火による攻撃が警備側による介入を受けることなく行われており試合終了時には警備側の統制は機能を喪失していた。なお、アルマスリ側には試合中から警察を故意に挑発するなど暴力行為を先導し試合終了とともにピッチへ乱入し暴行に及んだ組織化された集団が存在したとの指摘がある。一方で あるアハリ側が相手を侮辱する内容の横断幕を掲示したことがきっかけとなったとする指摘もある。試合終了のホイッスルが鳴らされるとともに、アルマスリ側の数千人のサポーターが、石や瓶類や花火、またはナイフや棒を持って、ピッチに乱入し選手らを襲撃、スタジアム内は逃げ惑うあるアハリのサポーターや選手らで、パニック状態となった。 暴動を逃れようとしたあるアはり、側サポーターは、スタジアムの出口へ殺到したが、鋼鉄製の門には、鍵がかけられ固く閉ざされていたため、狭い回廊の中に閉じ込められた状態となり、多くの人々が窒息死した。このほか観客席から突き落とされて死亡した者や武器で、襲撃されて犠牲になった者などもいた。現場へは、救急車が出動したが、 アルマスリ側サポーターにより、スタジアムへの入場を阻止されたため、エジプト軍最高評議会議長のムハンマド・フセイン、タンターウィーは、軍用機2機を派遣し、あるアハリの選手と負傷したサポーターを救出する、よう指示。この暴動において、選手らの無事は確認されたのに大使警備当局者や、サポーター合わせて70人以上が犠牲となった。現場に遭遇したあるアハリの監督や、 選手の中には、自らも殴る蹴るの暴行を受ける被害にあった、何人かのサポーターを救出しようと試みたが、多くは目の前で亡くなったと証言する者もいる。また、エジプト内務省は暴動に関与した47人の身柄を拘束したことを発表した。翌2013年1月26日、この事件の裁判で刑事法廷は、 死亡者ら21名に対し死刑判決を言い渡した。エジプト国内では2011年の革命以降、警察の治安維持力が弱まり、強盗や誘拐や窃盗などの犯罪が多発するなど、治安状態が悪化していたが、今回の暴動においても、警備体制に甘さがあり襲撃されたサポーターを適切に保護することができなかったと指摘された。また、 エジプト国内で最大の政治勢力であるムスリム同胞団系の自由と公正党は公式サイト上で暴動はムバーラク元大統領の支持者が引き起こしたものであるとする声明を発表被害者となったあるアハリのサポーターと警察とは長年にわたり対立関係にあったこと2011年の革命においても警察との戦闘に加わっていたことから 警察側が彼らに対し復讐を望んだとする陰謀論も沸き起こった。エジプトインデペンデントガミは2月9日、検察当局の捜査により、暴動の背後にムバーラク元大統領の息子であり、国民民主党の幹部だったガマール・ムバーラクの配下にいた団体が存在し、彼らが凶悪犯を雇い入れて、あるアハリサポーターを襲撃させたことが判明したと報じた。 一方、こうした陰謀論や事件の真相について、中東調査会研究員の鈴木恵美は、不明瞭な点が多いが、双方が興奮状態にあったのは間違いないとしている。チーム1部位、チーム2国際サッカー連盟アフリカサッカー、連盟エジプト軍最高評議会は、国内リーグ戦の中止を支持エジプトサッカー協会は、 エジプトプレミアリーグの無期限延期を発表した。被害を受けてあるアハリは、すべてのスポーツ活動を停止し3日間、犠牲者に哀悼の意を示すことを宣言した。また、タンタウィ議長は2月2日から3日間を国民的、服務期間とすることを宣言し、暴動に関与した者を探し出し罰すると述べた。ガンズウリ暫定首相は、暴動が発生した。 ポートサイドの市長や治安当局幹部らが停職処分を受け、エジプトサッカー協会の理事が更迭されたことを発表した。あるアハリに所属するモハメド・アブトレイカとモハメド・バラカットとエマド・モテアブの3人は亡くなった人々のための報いがあるまで復帰することはないと引退を表明。監督のマヌエル・ジョゼは母国のポルトガルに帰国し、 クラブとの契約を解除する申請を行った。2月29日に予定されていたアフリカネーションズカップ2013予選エジプト代表対中央アフリカ代表の試合はこの事件の影響で6月30日に延期された。3月12日延期されていた2011から12エジプトプレミアリーグの中止が発表された。3月24日エジプトサッカー協会は ホームのアルマスリに1年間の国内、大会出場禁止とこれに伴うエジプトプレミアリーグ2部への強制降格、ホームスタジアムの3年間使用禁止、アウェーのあるあはりに4試合の無観客試合という処分を発表した。この処分により、アルマスリはすでに中止が発表されていた2011から12、エジプトプレミアリーグに加え、2011から12、 エジプトカップと2012-13、エジプトプレミアリーグにも出場できなくなった。ポートサイドスタジアムでの暴動を阻止することができず、被害が拡大したのは、軍最高評議会の失態であり、もはや政権を維持する能力はないとして、2月2日に、首都カイロをはじめ国内各地で、デモが発生。カイロの中心部にある、タハリール広場には、 あるアハリのサポーター数百人を含む数千人の市民が集結し、軍政だとを連呼。デモ隊は国内の治安を統括するエジプト内務省に向けて更新を行ったところ、治安部隊が催涙弾を発射。ガスを吸い込んだ約400人が負傷したが、デモ隊は1万人以上の人数で内務省庁舎を包囲し、軍政だとを連呼した。 2月2日から2月3日にかけて行われた抗議デモにより、カイロでは1人が死亡し1600人以上が負傷。スェズでは警官隊との衝突により3人が死亡し200人以上が負傷した。暴動の発生したボートサイドでは市民ら数千人が街頭に集結し、暴動はボートサイド市民によって起とされたのではないとする抗議活動を行い、 試合時に職務を果たさなかった警備当局を批判した。デモ参加者の多くは2月1日の暴動の際にあるアハリの選手やサポーターを襲撃した集団は普段からゴール裏に陣取るサポーター集団ではなく外部から潜入した集団による犯行であると認識しており暴動はその者たちにより事前に計画されたものだとしている。彼らは 試合終了の笛とともに、ピッチへ侵入したことは認めているものの、これは自分たちのチームの勝利を祝福するためだったと発言した。2月3日には、国内第2の都市であるアレクサンドリアにおいて、デモが発生するなど軍政に対する批判が拡大を続ける一方で、同日夜に、カイロ郊外にある警察署に武装集団が、 押し入り所内に収容されていた27人が脱走。さらに別の地区では発出所が武装集団の襲撃を受け武器を強奪される事件が発生するなどデモに便乗した犯罪が頻発した。スタジアムでの暴動に橋を発した軍政に対する抗議デモは内務省庁舎周辺で連日行われているが治安部隊は3日午後から群衆に対し散弾銃を 使用した発砲を行っており、2月4日までの3日間で12人が死亡し2.532人が負傷した。負傷者の中には2011年の革命の際に主導的役割を果たした4月6日運動の中心人物であるアフマドマーヘルも含まれている。2013年1月、暴動を通じて多数のサポーター、警官など73人が逮捕起訴され、 裁判にかけられることとなった。2013年1月26日、エジプトの裁判所は一部の被告21人に対し、死刑判決を下した。これに対し、再び市内で暴動が発生。26日には、機動隊員2人を含む31人が死亡。翌27日には6人が死亡した。翌々日の28日、政府は暴動を封じ込めるため、 ポートサイド、スエズ、イスマイリアに非常事態宣言を発した。ありがとうございます。